マリージョアにて権力を傘に着て暴れる天竜人。傍若無人な振る舞いに王族たちでさえ目を伏せる中、立ち上がる2人の海賊がいた。ルフィに古文杯を捧げた彼らが怒りの鉄槌を下す。次回ワンピース聖地騒然、サイとレオ渾身の一撃、海賊王に俺はなる。